こんにちは、土の子です。2月9日、今日の練習キャッチャーはこの台室。変わった形の爆弾はボムチュース。地面に置くと前に走っていくんすよ。敵に使われたら怖いっす。じゃあ練習スタート。ボムチューか。これちょうどやってないバチですね。じゃあ早速やっていきましょう。ちょっとね、まず見ます。左の上の爆弾2個がちょっと浮いておるんですよ。で、段差がちょんちょんとあって、右のね、枝豆が落ちたらその隣のね、くるみみたいなやつも落ちると思うんで、押す感じ、左の2つの爆弾を、掴みつつ右を押す感じ、やってみます。はい、あー、どうでしょう。ほう、そうなりましたか。うん、でも1手で4枚取れましたね。さあどうしようか。キツネの面はね、おそらく取れないだろうな。でもね、練習プレイだからちょっと一旦試しちゃいますね。キツネのお面と左の爆弾を一緒に狙います。ちょっとね、キツネのお面のあのくぼみがすごく気になる。あそこ掴めたらいけるんじゃないかな。あー、どうだろう。あー、ダメだね、やっぱりね。ダメだ、やらかした。これ完全に失敗でしたね。こっからはちょっと安全策できます。右の2つをね、取りますね。あー、2個掴めるね、やっぱりね。これはもう次は狐を取りますね。やっぱり大きいね、デカバッチっていうか。うそーそこ戻るこれ本番でやられたらたまったもんじゃないな。あの状態からしっかり掴んでそこに落ちるって結構きついですね。滑るんだな、やっぱ。今日は7枚でした。あった、あれ当たんない。練習プレイはなしですね。無料プレイはなしでした。やばいぐらいゲットできたっすね。さすがっす、マジリスペクトっす。これなら本番も余裕っすね。マジで大丈夫かな。でも5プレイで全部できなかったからね。はい、課金しました。残金10円になっちゃった。やばい、使いすぎだよね。さて、初手はね、さっきと同じく爆弾2個いきましょう。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。いいけど、これは安全策取った方がいいね。キツネじゃなくて猫かな、これは。うわ、迷うわ。狙いたくなっちゃう、あの大きいお面を。罠かな、さっきみたいに。1、2、3、3手では絶対取れるんですよね。3手では取れる。でもくるみを押して2手でいけないかな。やっちゃおう。もうどうしても気になる。掴め、なんか引っかかりそうな気がするんだよな。やっちゃう。くるみを押せないかな。あ、押せない、うん、こい、うん、落ちないで。お、うわ、やっちゃった。ダメだ、これは諦めます。くるみ取ろう。うわー、最悪。うわー、最悪だ。
ボムは取らなくても多分コンプになるんですよ、左のボム。なのでくるみと猫のお面もう絶対外せない。よし、ちょっとミスれないね。これさっき落ちたからね。やります。落ちないでよ、頼むよ、頼む、落ちないで。あ、よかった。わー、でも課金プレイはほんと手に汗握りますね。おそらくね、コレクション的にはコンプしてるはずなんですよ。はい、やっぱりね、ムジラの仮面 3D アイテムコレクションということで全4種類コンプになりました。このね、猫の仮面かな、すごく難しいね。簡単そうに見えて滑り落ちる。なんかトゲトゲしてるから掴めそうなんだけど、左がつるっとしてるからかな、よく落としましたね。練習でも落としちゃったし。はい、最後にね、今日のミーバースのコーナーちょっと見てみましょう。お、キラーの大群が向かってくるっす。すごいね、うまく作ってる。無理ゲーっす。もう確かに逃げれない。もうデレッテテレレレになるの確定だね、これね。あ、ペーパーマリオになれば避けれるケースか。ペーパーマリオやったことないんだよな。どこかで見た大きな木のボスっすね。あー、見たことあるね。ヨッシーアイランドだっけ、マリオでも出てきたっけ。いるね、こういう木のやつ。そしてゼルダの兵士たちがいっぱいいるみたいな。兵士は葉っぱの代わりにデコってるのがマジ。あー、葉っぱの代わりか、なるほど。はい、こんな感じでしょうね。またじゃあ、明日やるかな。もしよかったらね、続けてみてください。それじゃあ、土の子でした。